さあ皆さん、英単語の授業がやってまいりました。本日667回目の今日の表現はドロップウニャウニャ。さあ皆さん、空所の中に入る副詞を考えていただけますでしょうか。もちろんオフですよね。さあ皆さん、ドロップオフ、意味はどうでしょう。子供を預けるという意味でしたね。さあ皆さん、問題はなぜドロップオフが預けるという意味につながるのか。そのヒントは単語をそのまま解釈してください。皆さん、まずオフと言われたら離れてという意味でしたね。そして似たようなイメージを持つ表現としてfrom とか away なんかも離れるイメージでよろしいかと思います。で、あと皆さん、drop ときたら、落とすという意味でしたね。ですので、ま、これがお子様だと思ってくださいね。子供を皆様のところに連れて行って、皆さんの手元に子供を落とすんですね。で、子供を落としてから、保護者の方は、その場から離れていくんですね。ですので、言い方を変えると、それは子供は預けたということでございます。そういうふうにイメージしていただきますと、drop off、預けるという意味につながってきますよね。ですから皆さん、off が離れてということもイメージしていただきましょう。ということで、参考になさっていただきます。さよならです。